どうも、おまっとさんでした。ヘアチロです。はい、というわけでね、ここ最近は、すっかりね、侍ジャパンでね、そっちの方にね、僕もね、情報収集とかね、頭回っててね、ライオンズの方、ぶっちゃけね、ちゃんと見てませんでしたね。申し訳ございません、もうね、ライオンズ、応援系 YouTube とね、歌いながらね、WBC だ、侍ジャパンだ、つってね。そうなんですよ。ついついライオンズの情報をおろそかにしてしまいました。すいません。昨日僕が出した動画のコメント欄でね、平投手のピッチング振り返ってください。そこで僕はハッとしましたよ。はい。我に返りました。本当に WBC でね、浮かれておりました。大変申し訳ございません。というわけで、昨日の平投手のピッチング、素晴らしいですね。もう本当ごめんなさい。昨日ね、マジで、オープン戦見てませんでした。はい。まあ、というのも、その前日がね、音楽活動でね、ライブの方やって、打ち上げやって、もう朝帰りですよ。起きたのがもう、17時ぐらいですかね。オープン戦、一球も見てませんでした。すみません。オープン戦なんか全然頭いなかったもんね。これは良くない。これは良くない。とりあえず WBC まで寝ようとかっていうね、頭になってました。すいません。というわけで昨日はライオンズね、オープン戦、ホークス相手に3対0で勝ちました。はい。その中でですね、平投手が6イニングですよ、皆さん。知ってますか？ね、6イニングを投げ、無失点。87球2奪三振、被安打に素晴らしい、ホークス相手に、まあホークスも今、フルメンバーではないですが、平投手に関してはもういつ開幕してもいい感じなんじゃないんでしょうかね。まあこのオープン戦、見る限りでは、投手陣はもう本当に前年通り、文句のない活躍よ。昨日も、青山くんがついにベールを脱ぎました。1回を投げ、3人でピシャリと、ね。抑えたみたいで、これ今年も輪をかけてライオンズの投手陣が、えげつないことになりそうですね、今年もね、ライオンズの投手陣ね。ただちょっと不安なのがやはり打者陣ですかね。打者陣が見る限り全然触れてないのかなって気もしますが、まあ、ただその中でも2日前かな、牧野もホームラン打ったりとか、昨日は鈴木翔平が3安打ですか、ね。まあただね、僕ね、ぶっちゃけオープン戦の数字っていうのはね、当てにしてないんですよね。オープン戦の成績いい選手って大体シーズン入るとコロッと打てなくなるパターン多いですからね、本当に。で、ピッチャーの場合は、シーズン入ると急に打たれ出したりね、ありますから、オープン戦の成績がいいからといって、シーズンの成績の良さに直結するかっていうとね、そういうわけではないんですよね。これがね、特にこう若手にありがちですよね。まあ、なのでまあ初めちょろちょろ中パッパぐらいのね成績が一番いいんですよ。ということは平は大丈夫なのかっていう話になってくるんですけどもね。まあでも平くんはね、もうこの先発にかける意気込みが何だって違いますからね。本当だったらですよ、平くんもね WBC 出たいはずなんですよ。このね、昨今のこの WBC の日本での盛り上がり、もちろん平くんも見てるはずなんで、出たくないわけがないんですよ。ただ、ね、自分がね、わがままを言っている球団に、ここでね、WBC 出て、先発としての調整をおろそかにしてはいけない。そこが、このクレイジー平の、クレイジーであるための、I take to the ball game for チケットは取ってるんだ I take to the ball game 君が勝利の女神さ。